メナンドロス像。ギリシャ時代の作品の模国。バチカン・キアラ・ラモンテ美術館像。メナンドロスは古代ギリシアの喜劇作家。ギリシア喜劇のうち、新喜劇あるいはアテナイ新喜劇と呼ばれる作品群の代表的な作者である。アテナイの富裕な名門に生まれる。父はアテナイの将軍、政治家であるディオペーテス。は劇作家アレクシスで。 メナンドロスの喜劇はこのおじから影響を受けたと考えられる。メナンドロスは哲学者、博物学者テオプラストスの友人、同僚であり、時には弟子であった。また、アテナイの独裁者であった、ファレロンのデメトリオスとも親密であった。また、エジプトをプトレマイオス一世の講演者でもあった。プトレマイオスはメナンドロスをその宮廷に招こうとしたが、メナンドロスはこれを拒み、 愛人のグリセラと共にピレウスにある別荘で陰性することを選んだ。メナンドロスは生涯に数百点の喜劇を表した。デナイアの祭典でも7回にわたって賞を得ている。アテナイのディオ入試や祭りでの記録ははっきりしないが、同様に素晴らしいものであったろうと推測されている。劇作上のライバルであり、 クリセラの愛を競った相手であるフィレモンは当時多くの人気を得ていたが、メナンドロスは自分の方がより優れた劇作家だと信じていた。アウルス・ゲッリウスが記すところによると、メナンドロスはフィレモンに次のように尋ねたという。私より名声を得ていることが恥ずかしいと思わないのかね。また、カラクテイのカイキリオスによると、メナンドロスのザ・スパースティショス漫画アンティファネスのザ・オーガー。 カの氷雪の疑いをかけられ、有罪になったという。もっとも、このような主題の変形は当時としては、ありふれたものであり、権威は馬鹿げたものであった。後に、オイディウスのアイビスの注釈者が記すところによると、メナンドロスのは入浴中に歴史したという。彼の栄誉を称えて、土地の人々は、アテナイへと通じる道に墓所を作った。この墓所は、 二世紀の地理学者パウサニアスによっても描かれている。別のメナンドロス像、エルミタージュ美術館像、メナンドロスはエウリピデスを崇拝し、模倣した。メナンドロスの日常の生活に対する鋭い観察や心理分析、道徳的な格言好みは多くのことわざを生んだ。友の者は皆の者、神々が愛する人たちは若くして死ぬ、悪い付き合いは、 良い習慣をダメにするなどであり、後に新約聖書の中で引き合いに出されたものもある。また、メナンドロスの初期の作品、ドランカンネスにあった、政治家を槍玉にあげるセリフは長く残った。アリストファネス式に下品な言葉を投げかける場面は、メナンドロスの作品では多く見られる。ローマ時代には、メナンドロスを模倣する作家たちが現れた。 テレンティウスの作品には、メナンドロスの作品が公然と引用されたり、あるいは他の題材と合わせて用いられたりしている。このほか、プラウトゥスやカエキリウス・スタティウスの作品にもメナンドロスの影響が色濃い。プルタルコスは、メナンドロスとアリストファネスを対比し、クインティリアヌスは、メナンドロスが、アッティカの語り部カリシウスの名で作品を、 発表したという伝統的な解釈を受け入れた上で、賞賛するなど、メナンドロスは古代の作家たちのお気に入りの人物であった。彼の胸像も多く残されている。メナンドロスは作者のはっきりしないいくつかの風刺しの作者にぎせられた。プトレマイオス一世とやり取りしたとされる手紙や議論が、通打辞典に研究されているが、おそらく実際にはメナンドロスのものではないだろう。 出典の定かでないもの、出典が異なるものも含まれた稽古は後に集められ、メナンドロスの一行格言など学校で用いられるような道徳書として刊行された。完全な形の彼の作品がどれだけの期間存在したかは、はっきりしないが、ミカエル・プセルロスが記述するところによると、11世紀のコンスタンティノープルでは23作品を見ることができたという。 いつしか彼の作品そのものは忘れ去られ、19世紀の終わりになると、メナンドロスについて知られていることは、他の作者によって、格言として引用された断片がすべてであった。アウグストス・マイネッケラが記した書には、古代の辞書編三者が引用した1650もの、格言が収集されている。1907年、カイロコ写本の発見によってこの状況は急変する。 この写本には、サモスの女の大部分、髪を切られる女、メンアット・アービトレーション、ヒーローの一部と、その他元の作品がはっきりしない断章が含まれていた。これに先立つ1906年には、シキョニアンの116行分の断片が、ミイラの棺に収められた張り子から発見されている。1959年に交換された、ボドマー・パピルスには、ディスコローズ、 サモスの女の大部分、シールドの半分が含まれていた。1960年代の終わりには、二つのミイラの棺の重填剤とされていたパピルスからシキョニアの多くの部分が見つかった。この断片は、1906年に見つけられた部分と同一の出生を持つ資材で明らかに再利用されたものであった。その他のパピルスの断片も発見と交換が続いている。 他、断片、アスピスと四季王においは、原点の観光年もしくは、発見年代と当然州の観光年との、兼ね合いからは観光されて間がないか未観光であり、四季兄案の大半はまだ発見されていなかった、秀才されていない。ありがとうございます。